駅電機工業がかつて製造及び販売していたパーソナルコンピュータのシリーズ。初代5月発売は当時主流であった Z80 を搭載し、プリンター、フロッピーディスクドライブディスプレイを標準搭載してオールインワンをコンセプトに登場した。後のモデルでは8086等を採用し進化していった。初期はスタンドアロンベーシックが OS 代わりであったが、 あとに OS として CPMMS DOS を採用。プログラミング言語は Microsoft Basic のバリアントの一つである OKBASIC。モデル20は両面埋密度のフロッピーディスクドライブとプリンターを内蔵するなどビジネスモデルとしては当時の最先端を走っていた。発売当初はビジネス向けとして人気を集めバル研究所のパピルスやソーシムの スーパーカルクといった初期のビジネスソフトが IF800 に対応して発売された。しかし、フロッピーディスクドライブとプリンターを一体型にしたため、周辺機器メーカーが安い周辺機器を発売できなかったこと、回のグリーンディスプレイ搭載モデルでも128万円と高価であったことから、1981年12月に NEC から発売された。 PC-8800 シリーズにシェアを奪われた。BMC If-800 モデル20初期は、モデルチェンジごとに IF、If800 モデル XX という型番。後期の RXEX シリーズはスペックごとに IF、If800RX モデル 4X のように、型番が付けられていた。If800GX を最後に If800 シリーズは、終了し、その後起き電機は、 アックス企画の IF386 アックスシリーズを発売した。しかし DOS-V の登場でアックス企画自体がスタると p c a t 互換機のワンズや IF ノート等を発売したがどれもヒットせず、沖電機は1990年代中期にパソコン事業からは撤退した。2010年現在、沖電機は IF サーバーシリーズの名称で X86 サーバーを 販売している。ありがとうございます。